爪付きの寿司ネタかと思ってたけど、よく見ると京都人、寿司の上に、ビチャーって醤油かけてる。あんまりお行儀良くないと思うけどなぁ。その感覚も認めてくれよ。個人の自由だから。醤油をたっぷりつけてっと。あーむ。うまぁ、お寿司最高。おぉ、お寿司美味しそうだなぁ。でも霊夢、醤油つけすぎなんじゃないか。いいのいいの。私は醤油はシャリにたっぷり染み込ませてから、食べたい派なのよ。そんな食べ方してたら、あのフェミ騎士のルドルフ氏に、お寿司の食べ方指導を、受けちゃうかもしれませんよ。ルドさんからお寿司の食べ方指導。結構です。そんなことよりも、もっと必要なことを、ルドさんは身につけるべきだよ。辛辣だな、霊夢。てかこの前あんだけ大恥かいたのに。またグルメぶってるのか、ルドさん。懲りないなぁ。そんなどうでもいい指導が、実は味方打ちに繋がってたみたいですね。やらかしてんじゃん。ちょっと、キメイマルー。その話、もっと詳しく教えてくれだぜー。はい、わかりました。今回はフェミ騎士、ルドルフ氏が、お寿司の食べ方指導をした結果、味方打ちしてしまっていた件について、ゆっくり解説していきますねー。脊髄反射で物を言う男の悲しい末路を、皆さん冷ややかな目でご覧ください。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。ルドルフ氏といえば、ついフェミさんの中では珍しいキャラ、グルメな男として認知されていますよねー。グルメな男じゃなくて、自称グルメだけどね。グルメ風発言が多いから、グルメな男感があるよな。今回もグルメな発言をされているので、より一層視聴者さんに、ルドルフ氏のグルメ感を味わってもらうべく、過去のグルメ発言を簡単に紹介していきますねー。今回の発言はメインディッシュってことね。まずは前菜、カツパンです。前菜からがっつくな。カツパンといえば、ルドルフ氏ってくらい、ルドルフ氏の中で大切な食べ物よね。グルメな男、ルドルフ氏は、本物の食べ物にはもちろん、絵であっても厳しい方なんですよ。フェミさんたちに集中攻撃された、幼馴染とデートでサイゼリアに行く、という内容の漫画を描いた方が、コメダコーヒー編を出された時、グルメな男、ルドルフ氏は、このように語られています。サイゼリアの時もだけど、食べ物をもう少し美味しそうに描けばいいのに、それ以外の人物描写や店舗描写が、より適当になっているのは目をつむるとして。このルドルフ氏の発言に対し、世間様が書いてください、とお願いしたところ、ルドルフ氏は素人目にも適当すぎるなどと発言。これに対し世間様から、じゃあ書いてみろという意見が、たくさん出てきた結果。50万円ぐらいくれたら、頑張りますよ。などとありえない額を提示し、逃げようとされていたんですが、このままではダメだと思ったのか、伝説のカツパンツイートを投稿されました。やってみました。まあこれを元に、ちょっと手を加えれば。という話で、実際そんな感じでしょう。あれ、何回見ても最高。世間様からは、呆れて物も言えんわ。絵をかけとは言ったが、恥をかけとは言ってないんだよな。こんなん死ぬは恥ずかしすぎて、との声が上がっており、ここからカツパンドルフなどの呼び名が誕生しました。ここから卑屈になったのか、絵じゃなくて恥しか書かなくなったんだよな。そしてスープ、生ビール。これはルドルフ氏の最新の恥だね。熱海のアッツン氏のお店のビールに対し、値段設定が高いとおっしゃっていた方に、グルメな男、ルドルフ氏は、朝日スーパードライで800円、本当は税抜きで700円弱だが、とか連呼してるので、なんだろうと思ってたが、まさか缶ビールの値段と比べてるとは。とコメント。ここでやめておけば、よかったものの、煽らないと気が済まなかったのか、次のような発言をされました。スーパードライの缶に、生って書いてあるから、これは生ビール、とか思ってそう。生ビールだもん。脊髄反射で物を言うから。世間様からは、詳しくもないのに、カツパンが語ってるから指摘しますが、生ビールの定義は加熱殺菌をしていないビールで、現在のスーパードライは缶、瓶、樽を問わず生ビールです。昔は瓶でしか生にできなかったが、現在は違います。
多分だけどルドルフさんは、私たち愚民のためにあえて身を犠牲にして、真実とは目に見えるものが全てではない、と伝えたかったのだと思います。ナイス、作詞、尊敬します。また自分なりの生ビールの定義を、でっち上げて言い訳するんかな。などの声が上がっていました。その後ルドルフ氏は、生、非熱処理、という表記がある種類別、生ビール。だから、店でサーバーから供される、いわゆる、生ビール、と同じものだと思ってそう、と言うべきでしたね。スクショ切り取り上げ足取り対策も大変ですわ。と、おっしゃっていました。自分の言葉足らずを人のせいにして、往生際が悪いのは、全ツイフェミさんの特性だもんな。このように様々なグルメな発言をされてきた、ルドルフ氏ですが、今回はグルメな発言で味方打ちしちゃうという、とんでもないことをやっちゃってるんですよねー。メインディッシュにふさわしすぎでしょ。早く聞かせてくれだぜー。それじゃあ今回の件について、解説していきますねー。お願いしまーす。まずはこのツイートをご覧ください。し、正直、油が全然乗っとらん。どれもほとんど同じ味に思えたな。これは熱海のあっつん市のお店にて、お寿司を食べた方のツイートです。ふむふむ。このツイートに、画像が添付されていたんですが、これを見たルドルフ氏は、爪付きの寿司ネタかと思ってたけど、よく見ると京都人、寿司の上に、ビチャーって醤油かけてる。とツイート。これに対し、他の方が、人の醤油の塗り方をバカにするのは、良くないと思いますよ。食べ方とか個人の自由じゃないですか。と、おっしゃったところ、ルドルフ氏は、あんまりお行儀良くないと思うけどな。その感覚も認めてくれよ。個人の自由だから。と、ツイートされました。個人の自由に口出ししてくるやつが、自分の自由を訴えるってさすがすぎるだろ。違うツイフェミさんも、食事関連の個人の自由に、文句つけてたよねー。このルドルフさんの発言に対し、世間様は、食べ方の自由を認めてない奴が、感覚の自由訴えてるの受ける。ルドルフはツイッターの行儀が圧倒的に良くないな。飯の話でとにかく有名な男。またルドルフかよ、ネタに困らんな。寿司ネタだけに。うますぎ、座布団10枚でしょ。でも味方打ちっていうのは、どういうことだ。この写真を見て、大体の方は気づいていらっしゃると思いますが、ルドルフさんの指摘は間違いで、つい主の方が醤油をお寿司にかけているのではなく、すでにお寿司に醤油が塗られているんですね。実際熱海のあっつん氏もお寿司について、うちのお寿司は、普通の卓上醤油をつけるのではなくて、手作りの煮切り醤油を、ハケで塗ってからお出ししてます。なのでどうしても、色濃く見えてしまうことがありますが、その辺もちょっとこだわっています。店のこだわりだったー。ああ、脊髄反射で発言するから。ガチで味方打ちしてて草生えるな。見事に味方打ちしたルドルフ氏に対し、世間様は、これ味方につけてる、ツイフェミさんサイド結構辛くないか。この人もう食べ物についてなんか言うのは、やめた方がいいと思うが。これは恥ずかしい、醤油塗ってくれてるって一目でわかる。まあ、踊れでスーパーで買ってきた、寿司にめんどいから、ぶっかけるパターンはあるけども。生ビールの時に、揚げ足取り対策も大変って言ってたけど、ルドルフ氏が揚げ足取りしてるんだよねー。そしてその揚げ足取りを失敗して、味方を攻撃してしまうという、最高じゃねえかルドさん。ルドルフ君って、とにかく敵認定した相手をこき下ろすのが最優先で、視野が狭くなりすぎてるから、こうなるんだよね。ルドルフかつパンラッセルディルコーが、バカにしながら通ってるサイゼリアには、メニューにお寿司がないから、知らなくても仕方ないんやろうね。寿司職人が目の前で握ってくれる店に行けば、目の前でハケで、タレみたいな醤油を塗ってくれることもあるのに。援護のはずがごしゃってるの草。またカツパン校の無能な味方ぶりが、世界に拡散されましたか。仲間を売ってしまったおーん。寿司には醤油、ルドルフには恥を上塗りするのであった。大喜利大会始まってて草。ちなみにルドルフ氏は、何を思ったのか、すでにこのツイートを消されているんですよねー。思ったこと一つしかないじゃんか。ツイ消ししても意味ないのに。こんなネタの宝庫みたいな見方、早くツイフェミさんたちも断捨離するべきだよな。視聴者のみんなは今回の動画について、どう思ったかなー。
みんなの感想をコメント欄で私たちにバンバン聞かせてちょうだい。今回の動画が良かったら高評価、良くないと思ったら低評価を押してくれだぜ。まだまだ動画投稿が不定期ですので、私たちの動画を見逃さないよう、通知音も忘れずにお願いいたします。じゃあ。